皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。今日はですね、私がここ最近一緒に遊ぼうの中で気になっていることを、カイヤ島にいるフレンド、YouTuber から初めて会う人、モサプレイヤーに質問してきました。ゲーム中にもかかわらず答えてくれた皆さん、ありがとうございました。今回私が質問したのはこちらです。一緒に遊ぼうの最新情報はどこで見つけていますか、という質問になります。スマホを開いて設定を押すと、こちらの5つのコミュニティから最新情報が発表されているんですけれども、皆さんは何から情報収集されていますか。もしもこれ以外にもあるよっていう方がいらっしゃいましたら、コメント欄の方によろしくお願いいたします。今回の質問で一番多かったのが Twitter ですね。続いて YouTube になります。 TikTok や Discord、あとはインスタグラムを見られている方は結構少なかったイメージがありますね。ちなみに私もほぼ Twitter から情報収集をしています。フレンドの YouTubeCH さん、金目鯛さんにもアンケートを取らせていただきました。ご協力ありがとうございました。今回はいろんな方にお話を聞かせていただきました。こちらのヤスデスさん、初めましてなんですけれども、心よくアンケートに答えていただきました。実はですね、 Twitter や YouTube の次に多かった答えがこちらなんですね。情報収集なんてしねえぜっていう方も結構いらっしゃいましたね。情報収集なんてしなくても楽しく遊べるのが一緒に遊ぼうのいいところかもしれませんね。中には YouTube しか見ないよっていう方もいらっしゃいました。ニンニクハンターチャンネルではこれからも一緒に遊ぼうの動画を撮り続けていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それではですね、一緒に遊ぼうのモサプレイヤーにお話をお伺いさせていただきます。こちらのモーネーダオさんは、先日レベルが20レベルになりました。一緒に遊ぼうのレベル20っていうのはとんでもない努力が必要なんですね。そんなモーネーダオさんの情報収集、気になりますよね。基本は Facebook や Twitter を見られているようでした。アップデート直後には YouTube も見られてるんですね。ご協力ありがとうございました。さあ、それではアンケート調査を続けていきたいと思います。今回は一緒に遊ぼうの最新情報をどこで見ていますか、という質問なんですけれども、皆さんもやっぱり気になることってあると思うんですよね。これからもアンケート調査を続けていきたいと思いますので、これを調べてほしい、これが気になってます、というのがあればコメント欄によろしくお願いいたします。今回のアンケートであとは多かった回答は、フレンドに聞くっていうのも結構多かったですね。誰々に聞けばわかるよとか、フレンドが教えてくれるっていう方もいらっしゃいました。効率よくゲームを進めるためにはある程度情報収集って必要だと思うんですよね。 YouTube であれば私のおすすめはダンチョ TV さんです。わかりやすく細かく説明してくれるんですよ。さあ、それでは今回のアンケート、最後はこちらのサリアさんにお話をお伺いさせていただきました。サリアさんには直接的にはないんですけれども、 Twitter の方でいつもお世話になっています。サリアさんはですね、最新情報がものすごく早いんですね。一緒に遊ぼうの最新情報をどこで見つけていますか。全部後ろのクラウンの魚もすごいですね。時には Twitter よりも Facebook や Instagram の方が有力な情報が載ってる時もあるようです。サリアさんは海外のコミュニティを和訳して情報収集をしているようです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。